ドラえもん、のび太の月面探査機。ボタンを押してね。データを選んでね。遊びたいアイコンを選んでね。冒険に行く場所を選んでね。さあ、冒険に出かけよう。お話を進めるね。ずいぶん深く降りてきた月にこんな縦穴があるなんて。こっちから聞こえてくるぞ。みんな、のび太くん。のび太。のび太さん。ようこそ、ゴブ。のび太さん、大丈夫？うん。やあ、みんな。ようこそ、僕たちのコロニーへ。リンガー。どうしてここに？説明するより、正体を隠してて。ここにお客さん。カメ？はじめまして。月の世界にウサギどころかカメもいた。ここは月のマグマの溶岩チューブを改造して作っ
字は月、僕たちは太陽系からかぐや星という星で生まれた種族。じゃあかぐや星人、それがそうじゃなくて、かぐや星の中でも最も優れた天才生物学者、ゴダール博士ご夫妻です。部下たちはエスパルという、宇宙に11人だけ。エスパルルナ、僕たちの体が作り出すエネルギー、植物を元気にしたり物体を動かすことができるんだ。全身を包めば宇宙服の役割を果たすこともできるよ。すげー、もしかして枯れてて肉体の成長が止まるんだから大人はいない。部下たちは何歳なの？かぐや星に10年ぐらいいた。ざっと1010歳かな。1010歳、すげえ。ちなみに私は2000歳。亀は万年ですからね。最初は地球に住もうかなって様子を見に行ったこともあったんだけど、すでに文明が築かれていたから。え？違う！
シールを貼って
Yeah.
逃げ